この発見した裏技、早く皆さんに共有したかった。一生懸命リライトにリライト重ねても SEO 順位が全然上がらないっていうケースを経験したことありませんか？今までもちろんこういうところリライト入れてるんですけど、40秒超えることなかったんですね。2023年2月に SEO 1位になることができました。11月に検索トラフィックのピークがガンってやってくるキーワードなんですね。つまり競合各社がリライトのする時期っていうのは、だいたいピークの時期かピークのちょっと手前の時期じゃないですか。このようにガツンと SEO 上位になりやすいっていう仮説が生まれたんですね。皆さんこんにちは。4 Users SEO コンサルタントの井端です。本日は SEO ブログの裏技、 SEO 記事のリライトの秘訣はタイミングだった、リライトの裏技を発見したので、それについて皆さんに役立つかなと思ったので、この動画を上げます。今日の動画は実は2部構成に分かれています。1部目はこのリライトの裏技の話です。そして2部は視聴者さんから僕のプロフィールについて聞きたいって言ったので、僕が SEO コンサルタントになった背景を話そうと思います。ですので、もし SEO のことしか興味ないよっていう方は途中でこのチャンネルを切ってください。もし僕のチャンネル登録してる人とかは、2部 SEO コンサルタントになった背景とかを2部で語るので、もし興味ある方は最後までご覧いただければなと思います。ではですね、この発見した裏技、早く皆さんに共有したかった、すぐ使える裏技なので、ぜひ今日見ててください。はい。まず、現在のブログにおいてリライトは必須です。このキーワード、クレジットカード決済手数料比較、結構お金になるキーワードで、まあ長らく SEO 上位だったら、まあ最近ちょっと落ちちゃってるんですけどね。まあこのキーワードをお手本にすると、順位が下がって上がって下がって上がってって繰り返しですね。もちろんこの時期にはコアアップデートとかあるんですけれども、でもやはりリライトして順位上げて、リライトして順位上げてっていうのを繰り返していってるんですね。このように現在の SEO においてはリライトっていうのは非常に重要です。それはなぜなら、今の Google の検索アルゴリズムの基本は信頼なんですね。まあ、ちょっと今日 EAT の話はしないんですけれども、今の Google の検索結果で信頼がすごく重要なんですよ。で、この信頼の一つの要素っていうか、もう前提すぎて当たり前すぎるなんですけれども、やっぱりコンテンツの作成日とか更新日っていうのが非常に重要なんですね。例えば、皆さんなんか調べ物するとき本買うじゃないですか。で、EC についてのこの本が5年前の本、10年前の本って言ったら、皆さんこの本しっかり読みますかね？この本が1ヶ月前、半年前に出たから読むんですよね。それと一緒です。Google のコンテンツも SEO 上位っていうのは、やはり新しいコンテンツっていうのが上位になりやすい。だからリライトが重要なんです。しかしですね、このリライト、一生懸命リライトにリライト重ねても SEO 順位が全然上がらないっていうケースを経験したことありませんか？プロの僕でさえあります。めちゃくちゃ気合い入れて記事書いて、そしてリライトにリライトを重ねても全然順位つかなかった記事っていうのがあるんですね。で、そのキーワードっていうのは、ちょっとね、いつもね、キーワード名言うんですけれども、ちょっと今日は競合にバレちゃう危険性があるので、キーワードは言えないです。言える範囲で言うと、そのキーワードっていうのは11月に検索トラフィックのピークがガンってやってくるキーワードなんですね。この11月に検索がピークが来るキーワードは、普段はそんなアクセス数ないんですけど、11月になるとテレビも取り上げる、雑誌も取り上げる、新聞も取り上げる、っていったことで一気に検索のピークが来るので、まあ、その業界にとっては SEO 上位取得したいキーワードの一つではあるんですね。で、一生懸命書いてリライトしたんですけれども、SEO の順位がやっぱなかなか上がらなかったんですね。もう見せちゃうんですけれども、記事を公開したのが2020年4月くらいですね。もうすでに約3年前なんですけれども、全然 SEO 順位上がらないですよね。なんとか頑張っても40位を超えることはなかったんです。しかしですね、見てください。2023年2月に SEO 1位になることができました。これ別にコアアップデートとか関係ないです。コアアップデートは今日の撮影日は3月17日。コアアップデートだったのは昨日ですね。なので、この1位になったタイミングって、2023年の、まあ、2月とか、なので、コアアップデートは関係ないですね。いきなり順位上がったんですよ。で、ここでリライト入れてます、当然。今までもちろんこういうとこリライト入れてるんですけど、40秒超えることなかったんですね。なんでこの2月のタイミングで一気に SEO 順位になったんでしょうね。僕ね、この時気がついちゃったんですよ。リライトの裏技はタイミングを外すことだなと。
つまり Google から見て何が起こってるかっていうと、11月に検索のピークが来るとはいえ、別に2月、3月、4月、8月でも Google のクローラーってそこに来てるじゃないですか。そして2月なんて競合がその記事に全然注意を払ってないですよ。だってピーク君の11月ってことは仕込み、要するにリライトしたり記事をそのキーワードについて書いたりっていうのは8月、9月、10月あたりじゃないですか。そしたらその時期っていうのは競合各社も頑張って記事書いたりリライトしたりするじゃないですか。でも2月さすがにこの11月にピークに来るキーワードに誰もリライトしないですね。Google から見るとそのキーワードがの記事がいっぱいある中、いきなりそこだけその記事が最新になると注目せざるを得ないんですね。だから今まで40位を超えなかったキーワードが SEO1 位になったんですよ。今も1位で強調スニペットに出てきてます。つまりですね、僕気づいたのは、こういう旬とかがあるキーワードはタイミングを外してリライトするっていうのがいいかなと思いました。具体的に言うと離乳食いちご、例えばママさん向けにブログ書いてると離乳食いちごって結構検索するキーワードなんですけれども、旬は春です。それだったら夏にリライトするといいんじゃないか。例えばシュノーケリング、僕シュノーケリングのブログ記事も書いてるんですけれども、夏がピークだから冬にリライトするのがいいんじゃないかとかとか、あるいは英語秋、これもアクセス多いキーワードなんですよ。めちゃくちゃあります。でも秋がピークだから春にリライトする。つまり競合各社がリライトのする時期っていうのは大体ピークの時期かピークのちょっと手前の時期じゃないですか。そうすると Google から見てもやっぱ競合とか、ああみんな頑張ってるなってなんですけども、ピークを外した時期にリライトを超やることでこのようにガツンと SEO 上位になりやすいっていう仮説が生まれたんですね。だからもし皆さん SEO キーワードが上がらない中、時期性、旬があるキーワードを変わったとするじゃないですか。そしたらリライトのタイミングを外してみてください。そうすると今まで40位に来れなかったコンテンツが SEO1 位になりました。そしてね、このコンテンツ11月が近くなると競合も力入れ始めるので1位を保てない可能性があります。でもいいんです。それはなぜかっていうと、一回1位になったら、そうそうね、10位以下になるってことは、なかなかないですよ。だから、一回勝負の土台に立てたんですね。そしたら、あとはまたリライト勝負とかになってくるんですけども、でもリライト勝負って言っても、10位以内に入らないと勝負にならないじゃないですか。だから、時期を外してリライトして、Google から注目させて、一気に順位を上げる。そして、10位以内に入って、あとはリライト勝負っていったところがあるので、このピーク、時期を外すライティングっていうのは非常に重要だと思います。ぜひね、皆さんもピークがあるキーワード持ってると思うんですよ。時期をずらしてやってみてください。そうすると、Google から注目される可能性があります。で、一つだけ注意してほしいのが、僕、このリライト、もうめちゃくちゃリライトしました。50% 近く書き直したりしたので、結構力を入れてリライトしました。だから時期外したとしても、例えばちょっとだけ情報を変えた程度だったら、このように SEO 順位上がらないと思うので、時期を外してフルリライトをする。そこまでやれば、こういった難しいキーワードでも上位に行くかなと思います。しかしですね、このリライトのタイミングを外すっていうのはあくまで裏技です。まずはブログが突出しないといけないので、体験談を織り交ぜてみたりとか、ブログ自体を質を高くしていかなくちゃいけないです。じゃあそれどうやってやるのかっていうのは、僕のチャンネルでもう150本近く動画出て、もうほぼ大体語ってますので、チャンネル登録して過去の動画見ていただければブログを突出させることができるので、まあそれやってみてください。あとリライトについては、過去リライトのやり方って2つ動画を出しているので概要欄に貼っておきますので、リライトどうやってやるかっていうことがわからないという方は概要欄を見ていただければと思います。ここまでが SEO の話で第1部が終わります。ここから第2部なんですけれども、もう僕個人について興味がないということは、ここで動画を切っちゃってください。でもし僕に興味があるっていう方は、この第2部、私が SEO コンサルタントになった背景の話を、まあ、なるべく手短にしたいなと思います。では、第2部いきます。まず、私が SEO コンサルタントになった背景なんですけれども、私、まあ、今46歳なんですけれども、まあ、2、30代は転職ばかりしてましたね。もう10回はしてないと思うんですけれども、でも10回に、もう数えてないですね。めちゃくちゃ転職しました。で、
まあ SEO って言ってもウェブマーケの仕事やってるんですけれども、まずプログラマーからスタートして、プログラマーからホームページの学校行って、ホームページ担当者、ホームページ担当者からマーケになったっていう経緯があります。別にマーケやりたかったとか SEO やりたかったとかじゃなくて、こうサバイブした結果たまたまウェブマーケ担当になったんですね。そしてコロコロ転職した結果ですね、大手英会話スクールのウェブ担当者になったんですね。で、そこでは毎日数字を追っかけたり、で、大手なんで結構予算もあったんですよ。そこで、まあ、広告代理店とか下請けの企業を使って SEO 施策やってて、この時はなんか僕自身がウェブのマーケティングやってるとか SEO やってるっていう感覚はなくて、下請けを使ってどうやって成果を上げるかっていうことをやってました。しかしここで僕の人生を変える2つの会社と出会うんですね。この2つの会社のきっかけで僕は SEO コンサルタントとなりました。一社目が株式会社ビービット。多分知らない方多いと思うんですけれども、実はこのビービット、大手の間では、もうみんなが知ってるような超有名企業で、基本的にコンサル、ウェブコンサルの会社ですね。今はツールとかも出してるんですけど、僕がいた頃はコンサルメインでやってる会社です。このビービットっていう会社と出会って僕衝撃を受けたんですけれども、まあ大体ホームページリニューアルで成果を上げるっていう施策やってたんですけど、どうやってやってるかっていうと、広告使ったりとか数字を分析したりとかではないんですよ。まあ数字分析もしてるんですけどね。メインはユーザー行動調査なんですね。例えば大手英会話スクールだったらもう呼んじゃうの。お客さんを、例えば、うちの英会話スクールに入学した人、例えば、競合に入学した人、例えば、検討はしたけど、入学しなかった人っていうのを実際に呼んじゃいます。そして、その人にヒアリングするんですね。どうして英会話スクールに行こうと思ったんですかとか。ああ、じゃあ、英会話スクールってどうやって検討したんですか。ああ、家でパソコンで選んだんですね。あ、じゃあ、ここにパソコン1台あります。なので、その時の時代に戻っていただいて、そして、ここで自由に、当時を戻って英会話スクール検索してみてください。で、この時一つポイントがあるんですよ。独り言を言ってくれと。独り言を言うんですよ。で、この被験者は独り言を言うので、その独り言をメモったり、そしてこの調査員が、ストップ!ちょっと待ってください。今、ここに、ね、広告あったのになんでクリックしなかったんですかとか、ユーザーの動きをつぶさに観測するんですね。僕、これを300人くらい、この株式会社ビービットと一緒に調査したんですね。その結果、僕自身何が起きたかっていうと、300人もリアルのユーザーのスマホの動きとか、PC の動きとか、ユーザーがそのホームページを見てどう思うかとか、この文言を見てユーザーがどう反応するかって、300人も見てきたら僕分かっちゃったんですよ。あ、こういう文言とか、こういうデザインにしたらユーザーが気づくんだなとか、こういうデザインにしたらユーザーは気づかないんだなっていうことが分かるようになってきたので、僕はこの株式会社ビービットと出会って、ウェブマーケティングで成果を上げる方法っていうのが分かったんですね。もちろん広告とか数字分析でも成果は上げれるんですけれども、一番効くのが今も間違いなくユーザー行動調査です。これをやることでユーザーを知ることができるんですね。これを知ることでユーザー目線のウェブ施策っていうのができるようになるんですよ。僕はこの株式会社ビービットのおかげでウェブスキルを、そのユーザー目線のウェブスキルっていうのを得ることができたんですね。そして人生を変えた2社目。株式会社ルーシー。知ってる方多いですよね。バズブっていう会社が株式会社ルーシーなんですけれども、大手英会話スクールで、この株式会社ルーシーに2014年かなに、仕事を依頼して、そしてブログのコンサルをしてもらって、そして僕はこの会社でブログのライティングの全てを学びました。今でも仲がいいです。何が言いたいかっていうと、1社目のビービット、2社目のルーシー、実はやってること全然違うんですよ。片や、ウェブコンサル、片やブログライティングなんですけれども、そこの根幹を目指しているのはユーザー目線なんですよ。この2社ってサービスは違うけれども、徹底したユーザー目線を貫いてるんですね。そこでやっぱりウェブの成果を上げるには、ユーザー視点っていうのがすごく重要なんですよ。みんな言ってるじゃないですか。ユーザーのことを考えろ。質の高いコンテンツを作れ。そして、ユーザー視点でコンテンツを作れ。ターゲットのことを考えろ。でも、そう言ってる人に限ってユーザーを見たことがないです。僕は、ユーザーを300人生で見てきた、この経験があるから、心を動かすブログとか、ウェブ施策とかっていうのができるんだったんですね。これが、僕が SEO コンサルタントになって強く影響を受けた2社ですね。ビービットとルーシー。彼らのおかげで、今の僕があります。そして、
大手英会話スクール辞めて、次に B2B の上場企業に転職したんですけれども、そこでサラリーマンやってたら、まあ、知り合いの社長から、イバさん、そんなブログ得意だったら、うちのブログ書かないって誘われて、1記事5万円で書くことにしました。そうすると、SEO 順位が面白いように上がってったんですよ。僕も今まで自社のブログとか、自分の個人のブログは書いてたんですけれども、副業でお客さんのブログを記事を書くっていう経験はなかったんですね。そしたらそこで実績が出ることバレちゃったんですよ。これが2015年あたりの話だと思うんですよね。そうこうしてるうちに、やっぱその社長さんからですね、いや、岩瀬さん、もうそれだったら、サラリーマンやるより儲かるから、独立してうちの仕事手伝わないって言われて、まあ、ちょうど家族の事情とかもあって悩んだんですけれども、そこで SEO コンサルになったんですね。つまり、僕が SEO コンサルタントになった背景っていうのは、株式会社ビビット、株式会社ルーシー、ここでユーザー視点っていうことを学ぶことができて、そしてそのノウハウをもとに転職していったっていったことが、僕の SEO コンサルタントとしての背景になるんですね。いくら SEO コンサルになったって言っても、お客さんがいないと商売にならないじゃないですか。で、僕の場合、ホームページ見てもらってもわかるんですけれども、営業あんまりしてないんですよ。二人でやってる会社で、まあ、顧問入れて三人ですね。三人でやってる会社なんですけれども、営業活動はしてません。なぜかというと、今のクライアントっていうのは僕がサラリーマン時代、大手英会話スクールとか、その次に転職した B2B の企業とか、そこで培った人脈で、そこの企業と紹介をしてもらったり、その企業と契約をしたり、今商売が成り立ってるんですね。で、僕、まあ一つ、自慢じゃないですけど言いたいのは、その大手英会話スクールって大手だから予算めっちゃあるんですよ。そうすると何が起きるかっていうと、広告代理店とか下請けの会社さんがすごい王様のような扱いしてるので、ね、井端様、井端様と、ほんとそんな感じです。今でも多分大手行くと、ウェブ担当者っていうのはそんな扱いを受けてます。だから、裏を返せば、下請けとか、そういったパートナーとか、広告代理店に、明日までやっといて、とか、結構リスペクトのない対応してる人っていうのは、大手には結構いるんですけれども、僕はその中で心がけてたのは、どんな人にもリスペクトを持って付き合おうっていうのが当時の信念だったんですね。だから、その時の広告代理店とか、下請けとか、パートナーに対して敬意を持って付き合ってました。その結果、僕が独立した時驚くことが起きたんですよ。僕の下請けだった、パートナーだった広告代理店の人が僕に発注してくれるようになったんですね。だからやっぱり僕はどんな偉いっていうか偉くはないんですけれども、やっぱお金払ってる以上そういう関係になってくるじゃないですか。どんな立場になっても、どんな人にもやっぱリスペクトを持った対応が重要だなっていうのを学びましたね。その結果僕は営業活動を一切せずに、今でもお客さんがいたり、あるいはお客さんを紹介してくれたりっていったことがあるので、営業活動はまあほとんどしないってことがあるので、まあちょっとそこはコンサルタントとして人脈が大切だったっていう話になりますね。ちょっと自慢っぽくなったので、ちょっと声のトーンがちっちゃくなりました。で、SEO コンサル、目指す人って、まあ、僕過去にも動画にしたんですけど、絶対に今から SEO コンサルはならない方がいいと思います。なぜかっていうと、昔と違って、SEO の難易度っていうのはすごく高くなったんですね。実は昨日ですね、大手事業者しか集まらないような SEO のセミナーに行ってきました。で、そこで僕、そのセミナーの登壇した人の話を聞いてすごくびっくりしたんですよ。その企業っていうのは大手の金融の会社です。誰でも知ってるような大手の会社です。で、そこのブログ担当者が実績を報告したんですけど、僕聞いてびっくりしたんですよ。こんな大手でも100万 PV 月間いかない。と思いましたよ。だって僕大手英会話スクールって言っても金融と比べたらマーケットってすごい小さいじゃないですか。会社の格持ちがにもかかわらず僕は100万 PV とか出すことができたのに、その会社 B2C の事業やってるにもかかわらずブログで100万 PV いかない。つまりそこで何感じたかっていうと、2015年と2023年の今では SEO の難易度が全然違うんですね。だから実績を出しにくい。SEO コンサルなんて大体誰でもみんな同じようなこと言ってます。質の高い記事が重要ですって言ってるんですけれども、結局、その質の高い記事が重要ですっていうのを実績がある人が言うのとない人が言うのが全然違うじゃないですか。だから、そもそも実績を出しにくいので、SEO コンサルに今からなるっていうのは相当厳しいです。そして、もうすでに時代遅れの職業です。
もうこれからは Google 検索もどうなるかわかんないです。チャット GPT とか出てきて。なので、こういった時代遅れの職業は今からなるっていうのは絶対やめといた方がいいので、これからの若い人はやっぱ AI を使ったサービスとか、あるいはウェブマーケット業界だったら SNS ですね。SNS ってやっぱ人間味の最たるものじゃないですか。SNS を使ったマーケティングとか、そっちをやった方がいいかなと思うので、SEO コンサルっていうのは僕みたいなおじいちゃんに任せておけばいいかなと思います。はい。まあ、ここまでが僕が SEO コンサルになった経緯ですね。まあ、あんまり面白い話じゃないですけれども、まあ、一応リクエストがあったので、ちょっと、答えました。ここまで見ていただいてありがとうございます。今、チャンネル登録者数1000人を目指して、今日見たら729人だったので、もう少しでチャンネル登録1000人行くので、ぜひですね、皆さんと一緒に、チャンネル登録1000人の日を迎えたいなと思うので、今日初めて見たっていう方、もしよかったらチャンネル登録お願いします。そして何か質問あったらコメント。そして、この動画を見て、まあいいんじゃないと思ったら、いいね押してくれると嬉しいです。昨日もコアアップデートあって大変でしたね。僕のクライアント一社、めちゃくちゃ SEO 順位が下がって、僕も気分が沈んでます。しかしコアアップデートっていうのは、やっぱ2週間くらいかかるので、最後まで見守らないと順位っていうのはわかんないので、もうちょっと見守ろうかなと思います。はい、今日はこの動画はここまでです。ここまで動画を見てください。どうもありがとうございました。これブログの作り方の概要1、2、3に分けてます。たった一人にターゲットを絞ったユーザーだからこそ逆説的なんですけれども、多くの人を引きつけることができる。まとめで重要なのっていうのはユーザーに行動を促す。よくある悪いブログっていうのは〇〇ってよく使われてますよね。〇〇って何のことなんでしょうか。ブログライティングの具体的な方法を解説したと思うんですけれども、私のノウハウのほとんど書いてます。